どこどんどこいっとうとアシスタントのくーちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。はい、今日のテーマは鉢植えと地植えの違いというテーマでやっていこうと思いますよ。はい、先日僕にいつもコメントをいただけるリコニャンさんから、黒どもねはコンパクトに育てられますかというご質問をいただいたんですけども、はい、やはりコンパクトに育てるにはコンパクトな鉢がよろしいかと思いますよね。やはりこう地植えにすると本当にバラって大きくなる子がいるんですよね。樹勢の強い子なんか、はい、ちょうどデルバルシリーズでクロードモネとエデュアルマネ、ちょうど僕同じ時期にオーナーを購入して植え付けてありますので、そちらの様子を本日は皆さんに見ていただこうと思います。はい、同じバラではないですけども、同じデルバルシリーズの斑入りのバラですので参考になるかと思いますよ。はい、そして今日もこの香りのバラたちカットしていった様子をお届けと、あとはバラで遊んだ様子ですね、そちらの方もお届けしていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどお話ししておりましたこちらのクロードモネ、はい、この子は3年くらい前に購入して、オーナーですね、オーナーを購入して、こちらの、はい、まあ鉢というかプランターですね、僕はちょっとこれぐらい大きいプランターにいつも、はい、植え付けますけども、オーナーをこんな感じの成長具合です。いかがでしょうか。こんな感じで太いシュートが1本ドーンと出てますけども、そこまで大きくはなっておりませんね。はい、樹高もそこまで高くないですね、150くらいでだいたいとどめて咲かせております。はい、まあこちら冬に一度土替えをしておりますのでね、根の方もある程度調整しました。それなんでこんな形になっておりますよ。やはり冬に根の調整をどんな風にしたかでだいたい成長具合が決まってくるんではないでしょうかね。だから小さな鉢で健康に長く育てるっていう時には必ず冬に根の調整をして、そして根詰まりを起こらないように育てていくというのが大切だと思います。はい、そしてこちらの、はい、同じデルバールでもこちらですね、はい、エデュアルマネ、エデュアルマネはいかがでしょうか。こちらすごい、もうこちらのブロックを積んで、はい、半地植えみたいな感じですね。こんな感じで僕作りました。はい、アイビーをちょっと上にやったらすごいことになってますけども、はい、こちらのコアカミキリムシにだいぶやられてしまいましたけども、それに負けないぐらいの樹勢でこんなに大きくなっておりますよ。皆さんいかがでしょうか。もう、はい、この子は冬に土替えができるわけではないんで、はい、根切りもしておりませんし、とても大きく成長しましたよ。こちらエデュアルマネいかがでしょう。とっても大きくなりました。はい、なかなかこちら調子がいい子だと思います。
受精はすごいですね。はい、こちらも同じデルバールシリーズのシャンテローゼミサトですけども、はい、この子もすごい大きくなりましたよ。こちらの、はい、ブロック済みの半地植えのところでこんな大きく咲いてくれております。いかがでしょうか。はい、とてもちょっと3年目とは思えないぐらいの大きさですよね。はい、こんな形になってますよ。木工バラ、もうこの子はすごいです。もうこちらはこれはもう木ですね。完全に木です。枝がすごいですもん。幹ですね、幹がドーンといってこんな感じになっておりますよ。はい、では今日も香りのバラカットしていきましょう。はい、こちらのバラ、皆さん何かお分かりになりますでしょうか。この一重咲きのバラ、はい、なんとこの子オスカルですよ皆さん。はい、もう完全に一重咲きですよね。かわいいです。はい、とってもかわいくオスカル咲いてくれましたよ。はい、バラじゃないみたいですね。エーボンですね。エーボン綺麗に咲いてくれておりますよ。はい、シャンテロセミサート綺麗に咲いてくれております。はい、いよいよこちらのデルバルグループが頑張り出しましたね。こちらのエリュアールマネもとっても綺麗に咲いてくれておりますよ。では行きましょう。今日はエディアルマネたくさん咲いてくれております。チラーとですね。はい、はい、そしてこちら川本バラ園さんのクロシェ綺麗に咲いてくれておりましたよ。で同じく川本バラ園さんのこちらガブリエルですね。小さく素敵に咲いてくれております。いかがでしょうか、このガブリエルの咲き具合。はい、こちら9月1日のガブリエルです。はい、そして最後にシェラザード綺麗に咲いてくれました。今日も香りのバラたくさん咲いてくれましたよ。いかがでしょうかね、くーちゃん。うん、いっぱい咲いてくれたね。かわいいバラがここにいるよ。そうだね、くーちゃん。こちらの子が川本バラ園さんのクロシェと、こちらガブリエルですね。はい、こちら9月1日の小さなかわいいバラですよ。あー、でも香りは最高です。一人前ですよ。こんなに小さく咲いても香りは一人前なんです。はあ、とってもガブリエルも良い香りで、こちらのクロシェ、はあ、こちらも良い香りです。ダマスクにミルガのこのとってもいい香りが混ざるんです。はい、もうちょっとこちらは癖になりますね。こちらのクロシェの香りね、くーちゃん。ちょっと癖になるね。はい、もうちょっとこちらの、はい、クロシェは好き嫌いがあるとは思いますけれども、僕はもう癖になって大好きな香りなんです。はい、こちらのミルラの香り最高です。はい、もし購入をご検討されている方がお見えになれば、はい、
園芸ショップで香りを確認してから購入されると良いかと思いますけども、そしてシーラザードもいい香りだね、くーちゃん今日も、うん、そうだね、最高だね、みんな今日もみんないい香りです。こちらのデルバールシリーズのシャーデロゼミサトと、こちらのエディアルマネ、とてもいい香りですよ。とっても今日もみんな綺麗に咲いてくれましたよね。うんうん、そろそろ飾って遊んでいこうか。そうだね、くーちゃん、ふう、最高。はい、ではでは今日もバラで遊んでいきましょうね。はい、では今日はこちらの天使にクロッシェの髪飾りをつけてあげましょう。小さく可愛く咲いてくれましたので、あーいいですね、クロッシェの飾りいかがでしょうか。そしてそこにこの、はい、アルマネをスポンと入れていきましょう。エビはアルマネ、いい感じですね。ちょっとこう、あ、控えめなの2つにしようかな。ネクちゃん、うんうん、これをやめて、はい、こんな感じ。あー、いいですね、これはこれでいいです。あ、控えめなの2つとちょっと色の違う子、あー、こんな感じでもいいかもしれません。あー、いいですね、この感じはこの感じでいいですね。はい、川本バラ園シリーズで固めちゃってもいいか。あー、これはこれでいいかも。川本バラ園さんのガブリエルとクロッシェです。いかがでしょうか。なかなかいいと思いますよ。あー、香りは最高です。あー、なんかこういい器にこう料理をこう添えて食べてる感じですね。良い香りになった気がします。さらに、はい、では今日はこちらの天使ちゃん、この天使ちゃんに浮かべていきましょうか。よいしょ、こんな感じにしてみました。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。本日の動画は地植えと鉢植えの違いについての動画でしたけども、まあ僕が思うにはやはり鉢植えは根の制限がやはり出てしまうので、なかなか栽培方法としては難しいと思いますね。はい、まあ、僕の育ててる感覚でもそうですけども、はい、地植えの方はしっかり根付いてしまえば水はやらなくてもいいですしね、根っこは育ちたい放題ですし、はい、上手に剪定してあげればある程度は育ってくれると思うんですけども、鉢植えの方はそうはいきません。根の制約があるので水枯れもしやすいですし、根詰まりはしやすいですし、さまざまなトラブルがやはり鉢にはつきものだと思いますけども、ただこの株の大きさを調整したい場合は鉢植えはとっても有利だと思いますよ。
はい、根をこううまく冬に調整してあげれば健康に自分の好きな大きさで育てることができると思います。はい、それなので地植えの利点、鉢植えの利点、まあ両方とも欠点もありますけどね、はい、そんなものをいろいろ考慮して地植えか鉢植えか決められたらよろしいかと思いますけども、いかがでしょうか。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、またね。空から女の子が、これが分かった方は相当のジブリ好き。